レディオ4ゲーマータップ括弧仮。こんばんは、岡本信彦です。しこばんは、マフィア梶田です。はい、日本最大級の総合ゲーム上サイト4gamer.net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップ括弧仮なんですけども、早速ゾータを紹介したいと思います。しこなみっこさん、岡本さん、梶田さん、スタッフの皆様、しこってる、しこってるよ。今日はバレンタイン前日ですね、うん、世間ではギリチョコはやめようという広告も出てたりしますが、なんかニュースサイトとか載ってましたね、ギリチョコやめようって。はい、やめようって言いつつの、うん、みたいな、あ、そういうキャンペーン、全部本命にしよう、むしろそういうのもあったり、うん、やっぱ心を褒めようみたいな、あ、まあチョコは買おうみたいな、胸くそ悪いな。いやいや、いい言葉だなって思いましたけどね。男の人はギリチョコであってもチョコレートがもらえるという事実が嬉しかったりするのでしょうか、うんうんうん、男性の率直な意見が気になります。また月並みな質問になりますが、岡本さんの今このチョコレートがおすすめというチョコレートがありましたら教えていただけると嬉しいですということなんですけども、早速ですね、ギリチョコじゃないものをマーフィーもらったんですよね。俺さっき本命チョコもらったからね。言い張るんですよ。去年ももらったけど、そうそう去年はゴリラの本命チョコもらったけれども、そう、まさかの今年はレーズンの本命チョコもらったよ。美味しいですね。美味しかったね。うん、長間さんがもう深川さんのレーズン美味しいって言ってて、ちょっと引いたなっていう。美味しい、あ、引くわ。まあ4時になっちゃうなんて、ちょっとね、来てますよね、ちょこっとテンションがね、はい、テンションがね、上がっちゃったんだよね、長間さん。美味しかった、美味しかった、美味しすぎてですよね。そう深川ちゃんからね、もらったんですよ。もらってましたよ。なんかしっかりしとるね。いや、本当ですよね。なんか男性の喜ぶ言葉とかも知ってますよね。マフィーだけっていうのがまたポイント高いなって思いましたね。ああ、チョコくれたのは俺だけだから。大事ですよ、そういうのも。だからさ、言ったじゃん、本命だって。すごいですよ、その後に言った言葉が、モテる男は辛いな、辛い、普通に言いましたからね。僕、ゲーム、乙女ゲームの仕事以外でそれ言ったことない。もう分かるから、これモテることのリスクっていうものは分かんない。何それ、なんすかそのリスク、知りたい。まあね、でも俺はみんなのものだからさ。何言ってんだ、畜生。誰か特定の人のものになるわけにいかないから。マジでアイドルだったんですね、うん、そう。あと女性声優と付き合うと文春来るから、ちょっとそれはないかな。怖くないでしょうね。マフィーは全くの怖さがない。それについては、いや、楽しいね。なるほど、うん、あ、じゃあマフィーはやっぱギリチョコであったとしてもチョコレートがもらえるという事実が嬉しい感じですか、それともむしろギリチョコじゃなく本命だから嬉しいんですか、うん、いや、俺はね、もうもらえるなら何でももらう主義だから。一緒です、うん、もらえるものなら何でももらいたい。基本人から物をもらうっていうのは嬉しいこと。それでも物をもらってさ、ってなる人いないし。いないですよね、僕もそう思います、うん、よほど性格悪いよそれ。確かに。でもバレンタインって実、あれ明日だっけ本番。明日です。俺明日からロサンゼルス行くんだよ。バレンタイン、なんですか、バレンタイン回避するためにロサンゼルス。モテる男が辛いんだ。でしょ。国内にいるとチョコで死んじゃうから。おかしい、うん、行ってみたいわ。チョコで死ぬんだよな。チョコの海は泳ぎたいなっつってね。おめえ事務所いっぱい来んだろ。ありがとうございます。泳げるくらい来んだろ、うん、来たらいいな。来ない来ない。ライブに来てる女の子たちがみんなドッとチョコ送りつけてくるんだろ。ありがとう、みんな来たらいいですね。本当なんだペロッとして。ロスはちなみに何仕事でですね。うん、一応仕事、人と会ってくる。ああ、うん、じゃあその話もじゃあいつか行ける、言えるときに。そう、なんか仕事につながったらね。そうですね。じゃあぜひぜひよろしくお願いします、うん、さて番組ではですね、あなたからのお便りをお待ちしています。僕たちのメッセージ、取り上げてほしいゲームなど、どんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、または Google Play ギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。またこの番組は LINE ライブの4ゲーマー公式チャンネルでも同時配信中です。アカウント名は4ゲーマー LL。 なお Twitter で番組のことをつぶやく場合は生放送中にピックアップして紹介するかもしれないので、ハッシュタグシャープラジガメをつけてください。そして今回のプレイコーナーでは、スクエアエニックスより配信中の iOS Android 用アプリ、サーヴァント・オブ・スローンズを大特集します。戦わざる者に微笑む運命はない、スクエアエニックスが送るリアルタイムカードバトル。それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップ括弧仮、最後までよろしく。
レディオフォーゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイトフォーゲーマー .net の提供でお送りいたします。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。プレイングフォーゲーマー、ここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナー、プレイングフォーゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、サーバントオブスローンズ。今回はスクエアエニックスより配信中の iOS、Android 用アプリサーバントオブスローンズから開発ディレクターの竹山よしきさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。開発ディレクターの竹山です。よろしくお願いします。竹山さん珍しい名字ですね、うん、そうですね、まあ、読みは普通なんですけど、はあ、ちょっと漢字だけ漢字が珍しい、はい、なんか俺南蛮の武将の方かなって思ったもん竹の字がそんな猛角ですね。猛角の関係ある人かなって思って。いや、まあ、関係はないんです関係ないそうなんですよ、はい、はい、というわけで、まあ、早速こちらのPV からご覧いただきましょう。どうぞ。人間らしさもなく世界を踏みにじるお前が何が体毛だ、何が器だ、お前はただの野心に突き動かされる逆賊だ。すげえ必死に、うん、あ、うん、あ、闇を焼けた。えらいことになっとるね。えらいことになった。絵柄がまた独特ですね。これやっぱあれですね、世界観的にバーミリオンのを引き継いでる感じは、まあ、そうですね、ほうほう、はい、まあ、あんまりそこは言ってはないんですけど、はい、いやな、曲はね、あの聞いたことがある、曲はちょっと流れてた。おじゅう、なぜ今の場所で喋ってた、うん、絶対美しい。不王は殺され、玉座は奪われた、ね、運命の果て、心から笑える日があるのか、誰だそれ知りたい。お前や、うん、一人ぼっちじゃないわ。思う存分殺してくれよ、この僕をさ。この痛みを全て受け止める義務があるのだ。シャレすぎたぞ。死んでも知らねえぞ。これじゃ私はお父様が言ってた悪魔。我は覇王の宿命として受け継ぐ。いや強いわ、もう勝てないよ絶対。エンペラーですね。モリモリ、声が聞こえた。お前の欠片を目覚めさせ、ロードとなった時、死の運命は書き換えられる。
いや音楽もいい。サーバントオブスローンズ、引き込まれますね。戦わざるを微笑む意味はない。きっと過酷な運命に叩き落とされてるんでしょうね、ディアナちゃん。うん、実に机にっぽい暗さでした。まあ今回はもうそこを思いっきりコンセプトにしてます、はい、やはりだいぶ暗くいってますね。なるほど、はい、早速その辺も含めてどのようなゲームなのかお聞きしていきましょうかね。はい、まあ、スライドを用意しておりますので、うん、はい、ちょっとスライドに沿っていきたいなと思ってます、うん、はい、本作「サーヴァント・オブ・スローンズ」とはと書いておりますが、はい、今出てきたあの有名声優さんたちがいっぱい、あれがロードって言われている、まあ、オッドアイと言われてましたけど、これロードって言われている人たちは全部オッドアイなんですね。あ、そう、はい、でそれがまあロードの力の証拠みたいなところなんですが、まあ、今見ていただいたように重厚なストーリーというのが売りの一つとなっております、はい、で、あとは、まあ、後ほどちょっとやっていただくと思うんですが、対戦っていうところもベースになってますので、うん、まあ、ビレーカードを用いたリアルタイムバトルっていうのが楽しみの一つとなっております。はい、はい、でドンと、いやあ、キヨさん声も強いけどやっぱり絵も強くないですか、あれ。絵も強いですね、うん、これは全員がプレイヤーキャラクターってことですか。そうですね、今の現時点だとこのうちの4人が操作できるキャラクターなんですよね。で、まあ、後々はまあ交互期待というところで増えていく可能性もある、はい、そうですね、はい、それぞれ能力があるんですかね。あります、一人一人能力が違いますんで、バトルでもそれを生かして戦っていくっていうところが鍵と。それは面白そうだ、うんうん、はい、で、まあ、シナリオは全編あのフルボイスでやってますので、ここもこだわっているところの一つです、はい、で、あとまあカードのイラストですね、はい、いいっすね、天野さんのオーディン、うん、相当大御所の方たちが描いていただいているイラストを使っておりますので、そこももう本当に見るだけでもいいなと思っていただけるかなと思ってます、うん、はい、はいはい、で、まあ、対戦の部分ですが、プレイヤーがこう、まあ、することっていうのはカードをこう場に出していくっていうところなんですが、その一つが全部戦略につながっていくっていうところで、適当にこういろいろ出していくと勝てないと。で、まあ、コストっていうのがあるんですけど、はい、そのコストをいかに使っていくかっていうところが全ての鍵となってますので、いやリアルタイムっていうのはちょっとドキドキします ね、やっぱり基本二軸で展開するんですね、これは、はい、ストーリーとこのバトルっていうところが、うん、はい、となっております。なるほどなるほど、まあ、今回はちょっと実際その対戦の部分がやっぱり非常に濃いという話なので、はい、対戦を中心にお見せする形になるんですかね。はい、ぜひ対戦をしていただければなと。じゃあ初っ端からいきなりやっちゃいます。やっちゃいましょう。やっちゃいますか、はい、じゃあちょっとチュートリアルもなしに初っ端から対戦ですね。なしでやっていきましょう。やったりましょうやないけ。じゃあ端末の準備をお願いします。これがマフィーのですね。おお、なんかチコリンの充電器が普通に繋がって僕のです、どうぞ。パスコードは、パスコードは、0000で、はい、よっしゃよっしゃ。現状のデッキのままでいいんですかね、これ。そうですね、まずそのなかなかこうカードを覚えてない状態だと難しいと思うので、うん、まずそれ選んでいただけたらなと、うん、はい、でギルドカラー、ギルドカラー、ルームバトルっていうのも選んでいただければ、今2人だけのギルドになってますので、あ、はい、これこれでいいんですか。はい、まあまあ、ギルドルームバトルを押していただいて、送信で大丈夫ですか。送信で大丈夫です。はい、はい、オッケー。なんか俺が練習で使ったデッキとはるかに変わってるんですけれども。そうですね、さっきその本当にあの、うん、初期デッキというか、うん、デフォルトのデッキで、はい、練習はしていただいたんですけど、はは、今回はちょっとそのいろんな強いキャラが入ってますので。え、まずい、これ僕さっきマフィを蹂躙したんですけど。うん、まあ俺の方キーカード1枚も入ってなかったからね、はい、あれ切断された。ちょっと待って、はい、もう一回部屋作る。あ、これかな、これでいいんですかね。あ、出た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 、対戦するよ、うん、ん、今出たよ、これに今コネクティングしてるよ。これは今俺見たことのないカードが手元にあるんですけれど、アドバイスしてもらえますかね。今あれですよね、多分繋がってないですよね。一回ちょっともう一回出ていただいた方が、あ、ホームとかに行って
でもう一回じゃあギルドとかですね。そうですね、もう一回部屋立ててでやって、じゃあこのルンバと送信でちょっと、はい、お願いします。これかな、対戦対戦さあ来い、コネクティング、あれルーム見つかんない、なんだ、え、なんでだ、まだルームができてないですね、現状多分、あのナウローディング、あ、これでいける、あ、これでいける、はい、あ、さあ来い、準備完了、もうよくわかんないけどきっと勝てると信じたい、いけるか、あ、専用アルテミス専用なんですか、いや、いけた、リアのこれ目覚めしも、そうですね、このロードの専用カードっていうのもあります、うーん、じゃあ準備完了しますよ、おーい、はい、大体一緒ですね、はい、さあ勝負だ、俺のマフィー、ちなみにどんなカードが入ってるんですか、ポセイドンっていうのが入って、出た、めちゃくちゃ攻撃力高いんですけど、超強いらしいじゃないですかそれ、体力が低いので、なるほど、攻撃を食らわないように置かないといけない、前にその自分の壁となるキャラクターを置いたりとか、うん、なんだかんだこうシコリンの方には何が入ってるんですかね、今ちょっと画面には映っちゃってるんですけどバハムート、まあまあそうですよね、説明を一応バハムート書いてる、はい、バハムート、バハムート出されたらどうすればいいんですか、これはですね、バハムート攻撃の範囲が相当広いので、うんうん、まずは太刀打ちできないですよ、これ壁に当てさせるんです、その後ろから出しちゃう、壁に当てさせる、はい、バハムートの後ろから殴りに行くっていうのが鉄則、背中から殴りに行く、ああ背中に回れってことですか、そうですそうです、で今ちょっともう壁が潰れかけてるので、トトトトトやば、どうしようどうしようどうしよう、どうしよう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 、あと今そのギガスっていうやつがいると思うんですが、あの緑の巨人みたいなやつなんですけど、そいつが体力高いのでそいつをバハムートに当てさせる、なるほど、はい、でポセイドンはさっきすぐ死んだんですけど、あれはなんか使い方があるんですか、先に出しちゃうとバハムートに攻撃されてすぐ死んじゃうので、うん、このギガスとかを置いてから後ろから出すのがいいです、ギガスとか置いてから出す、ああ、はい、そういう、そうです、今こうギガスが進んでいってみたいな、おーやばい、ギガスが攻撃を受けてくれるんですね、でその後ろから出すとまずいぞ、ノーダメでポセイドンが走っていきます、うん、なるほど、どうしようかな、えい、あと川の中に入るから、うん、川の前に置くっていうのが、川の前に、はい、攻めるときは川の前に置くと川の下通っていくんで、あれ、あれどうなったらいい、こう入っていくんですよ、ああなるほどね、そうなると敵の攻撃を受けない、ああそんなこともできるんですか、やばっ、なるほどね、一旦砦につけばもう 3,4 発で全部倒す、確かにポゼイドン強いですけど、まあ、バハムートを倒すときは後ろから回らないとダメってことですよね、そうなんです、バハムート強すぎませんか、バハムートはただコストが9なので、うん、バハムートいけ、バハムートが出てこられるときついですけど、ただその砦も攻撃してくれてるので、うん、意外と大丈夫、うん、今そのどんどん出しちゃうとずっとオーバーハムートにやられてしまうので、うん、あえて出さずにその壁を攻撃させるって、壁を攻撃させる、はい、なるほどね、いやこれちょっと黙っちゃいますね、やっぱ最近気を抜いて、あ、まだ1回目なんで相当難しい、これはリーダーが特有のスキルを持ったりするんですか、持ってます、あの 左側にそのロードのキャラのやつがあると思うんですけど、それがそのタイマー負けたんだ、はい、あ、勝った、これは明らかにデッキの差が広がってますイエーイ、勝った、全然バハムート削れないですけど、あのバハムート対策を覚えればだいぶ変わると思いますね、はい、で初心者はとりあえずバハムート順位されるという、されやすいですね、なるほどね、ここは結構実際のゲームでも起きやすいところで、ほう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 、それでどうしましょう、もう一回やってみましょうか、あ、じゃあどういう風に動くのか見せてもらえます、竹間さんにいいですか、じゃあちょっと初心者との違いをちょっと、わかりました、え、これは僕がじゃあもう一回、そうですね、ハムート対策の動き方を、そうですよね、実際にそうですね、そういうのやっぱ見て覚えますね、こっちも多分、うん、ハムートの対策見たいですし、やって使っててもやっぱ強いなって思いますね、そうですね、はい、なんか安心感があるというか、はい、それが今度は多分竹山さんの力で安心できなくなるってことです、まあ、これまでのシリーズでもバハムートっていうのはかなり特別なカードだったから、
強いのは当たり前なんだけれども、オフ。ちょっともう一回対戦の部屋を、はい、あ、むむ一回ちょっと出ていただいて、ね、出た方がいいですか。あ、はい、あ、部屋を作っていただいた方がいいですか、ね、あ、そうですね、それでそこに入りました。の方で一回作りますので、はい、この対戦で、まだちょっと、あ、違う、そうですね、こっちが通信、あっちが準備ができてからならこれでリフティングできるから、できますかね、うん、さあいけるか。多分これを見てらっしゃるユーザーさんもなんかバハムート対策とかバハムート攻略が見たいみたいですね。うん、まあ、やってる人からすれば初心者は分からないんだろうからね。これやっぱきつかったんでしょうね、バハムートがやっぱり。お、うん、うんと、少々待ちください、はい、これもまだ待っていただいて、はい、いける。バハムートの攻略記事はフォーゲーマーに載ってる。あ、ぜひ皆さん、攻略記事各レベルで強いってことですか。じゃあすごいなそれ。まあ、何もせずにこうやってしまうとちょっと繋がんないですね、うん、おやおやおや、あれおかしいですね。おや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 、戦わなければ負けないということだみたいなことです。これはそちらで一回、じゃあ一旦部屋閉じて今度はシコリンの方で部屋作ります。ちょっと一旦作りますかね。ちょっと一、このバームートの攻略記事がフォーゲーマーに載ってるっていうことはやはりこう超強いんですよ。ぶっ壊れなのではないですか。バハムートってすごいな、うん、最初はそう言われちゃうんですよ。おうおうおう、ただでも意外と対策が分かるとそうでもない。対策が分かるとそうでもないです。初心者バハムートなんで楽勝ってことですよ、きっと。多分ポンポンポンも出すしかないんで。おうおう、そうですね、全然分かんない。あ、全然繋がんないですね。あれ、この通信が一番今強敵なんで、ちょっとぜひ見せていただきたい部分がそこなんですけど、ちょっと見たいですよね。絶対これ多分みんなもこれ多分見たい、うん、見たいっぽいですね。これやりたいです、ね、ぜひその実際に動きを見せてほしいというところがあるんだが、ちょっとこっちでやりますね。宇宙のギルドぐぬぬぬ、これギルドを経由する以外に対戦する方法ないんですね。あります、うん、それでやってみましょうか。やってみましょう、やってみましょう、はい、これじゃなく どこからいきましょう。まあ、こっちで設定してくれる、そうですね、ちょっと今こちらで一回やっちゃってたんで、はい、もう一回戻ってから、さあ、はい、サーバントオブスローンズ実際にプレイしている方々はどの程度いらっしゃるのか、ツイッターの方もぜひこのタイミングにぜひ教えていただきたい。はい、通信頑張れってね、みんなも言ってくれてありがとうね、本当。うん、ですね、ちょっと待ってください、うんうん、さあ、闘技場から、ね、闘技場ですか、闘技場、はい、闘技場から一番下のルーム下にスクロールしていただいて、はい、ルームに入 る, 入る、はい、でこの番 ID を打っていただければと。ああ、 ID 入れるタイプのやつ、ね、ああ、はい、さあ入れてくださいぞ。あ、はい、わかりました。あれ、どうした、結果な、さあ来い、結果ね。ナオリン、ナオリン。頼む、言ってくれ。頼む。頼む。言ってくれ。頼む。頼む。頑張れ、通信。通信環境頑張れ。ダメじゃん。なんなんよ、一体。まあスタジオ自体がですね、結構電波をちょっと一周あげますかね。開けないとそのやっぱ厳しいというか、この分厚い扉が電波を挟んでる。そうなんです。一回じゃあちょっとギルドに向かいますか、うん、今のもう一回入れられないの。あ、もう一回やりますか、闘技場の方で。ナウローディング、はい、いけよ、いけよ。今のグダグダの対戦一本だけじゃダメだな、これ、ね、まずい、取れたかないぞ、取れたか。しかもナウローディングが長い、どうしよう、開けているのに。頑張れ、頑張れ、頼む、頼む、 Wi-Fi の神様、頼む、ナウローディング。あ、ちょっとこっちが落ちちゃいましたね、まあ、ちょっと時間経つとこれが、なるほど、もう一回立てます。そう、ナウローディングがずっと続きます。一旦タスクキルしてみたらどうか。タスクキルしますか。え、これちょっと一回これ切ってもらった方がいいかもしれないですね、うん、多分そのナウローディングが、じゃあこれいいですか、じゃあやっちゃって。よし、じゃあ準備をしてくれ。これまずこれが、その間俺はリラックスしてるから頼むよ、本当。え、これどう思います？ん？これどう思います？
これどう思います？なるほど、アプリが立ち上がります。アプリがもう立ち上がらないです。おや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 、一回抜いてもう一回刺して、はい、行けたかな。あ、行きました行きました、ごめん、うん、よかった。頼むよ頼むよ頼むよ頼む。 ID がこちらですね。なんとかさっきと一緒ですか？あ、ID が変わってます。変わりました。あ、はい、わかりました。いいよ。動きを見せてもらってもう一回くらい対戦したい。これさあ、バハムト攻略を、まあ、あの決して本当に弱くはないですよ。全然強いとは思います。すごく強いんですけど、うん、そりゃそうでしょうな、うん、攻略法がないわけでもすごい。なるほど、あ、行きました。行けた行けた、ようやく行けた。奇跡じゃない、皆さんようやく見えますぞ。やっぱ開けるの重要ですね。さあ、秋山さん勝負ですよ。実際にバハムートをどう対策するのか、さあじっくりと交互期待。これ、ね、負けたらやばいですね。いや、さすがに大丈夫です。これで負けたら俺ブチ切れますよ。出すしかデッキが悪かったってなってそうなる。僕には出すしかできないんだよ。いけますよ、はい、よっしゃ。これどうしたらいいんだ、これはこうするのかな。そうですね、最初の4枚はランダムなので、うんうんうん、まずはその使っていかないといけない、ね、何を出していくか。これ今貯めてるんですか、何も出してこないの。あ、出てる。そう、うわーやばい。わらわらしてるのはスケルトンでしたっけ。そうです。こいつらはどう活用するんですか。こいつらはもう強くなかったよ、ね、攻撃力がその1体ずつは少ないんですけど、うん、大量に攻撃してくるので。なるほど、それを食らうと相当強いですね。じゃあ背中から殴らせたりするってことですね。そうですね、まあ、範囲攻撃で一網打尽されちゃうので、うんうんうん、ビームを出してくる鳥が強いんだよな。ラグナロクですねこれが、うん、これはだんだん攻撃力が上がっていくので。うわ、お互いビームで共食いしちゃったよ鳥が。いけ、バハムート。じゃあやってみますね、うん、はい、これいろいろあるんですよ、うんうん、このギガスをここに置いて、はいはい、ギガス置いて、でギガスにずっと今バハムートの攻撃がいってると思うんですけど、うんうんうん、その間こうバハムートはこの砦からの攻撃を食らい続けてるんです。なるほどなるほど。で、はあはあはあ、もう HP が減ってると。はあ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 。でギガスはコスト5なんですけど、バハムート9なので、うん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 、これでアドバンテージ取ってる。なるほど、おーすごい。バハムートはアホなんですね。まあそうですよね。その言い方やめてください。目の前の敵を殴るだけなんですね。そうです、まあ、それ基本的には全員そうです。あ、全員そうです。その修正をうまく利用するってことですね。そうです、そうです。なるほどなるほど、今のすごく分かりやすかった。しこりもう一回バハムート出して OK です。別のパターンも見てみる。そうですね、もう一度。あ、やばい、これは確かに、なんか気がついたらじわじわ削られてるのはどういうことですか。で残り1分になると2倍になりますんで、うん、溜まる速度が。おお、でこれで結構バハムート出しやすい。出しやすいです、はい。あ、バハムートが出た、出ました。今度どんなふうに対策するのか。で、あえて次は砦に攻撃させます。うん、攻撃させる、はい、でさせた後に後ろに攻撃力高いやつを置けば、うん、さっき一瞬で殺された。うわー、砦がノーダメで後ろから攻撃すると。え、バハムート砦を攻撃しだしたらもう反撃しないんですか。もう砦にずっと攻撃するんで。バハムート脳筋っすね、すんごい。なるほど、こんな簡単にやられるなんて。そんな対策法があったんですな。あるんですよ。で、まあ今もこのワーライオンってやつに攻撃してるんで、後ろからこれラグナロクを出せば、はい、ラグナロクに一方的に攻撃されてると。うわー、あ、まあこれでっていう。やば、いやいや、これは分かりやすい。そうなんですよ、これがプレイスキル、対策がプレイヤースキルの差、神髄なんですね、サーバント・オブ・スローンズの。なので基本的にはその相手が出したコストに、うん、なるほど、こっちは軽いコストで勝つと、はい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 、なるほど、じゃあ今の見せていただいた上で、はい、もう一回やってみようかっていう。マフィン勝負だ、よしやるぞ。今の攻略法を得た俺は、こっちはどうしたらいいのか分かんないですね、逆に。うん、そうですね、なのでバハムートをどう出すかっていうところで、ね、どう出すか。次はでも大丈夫、シコリン将棋やっていくから。え、でも全然分かってない。
竜王みたいなもんですよね。万能だから将棋、万能だから将棋、将棋が万能、確かに万能、万能だから。まあ、これはもう初手何をすればいいか分かんないですけど、よし、初手は僕はそれこそマンフィーがどれぐらいできるのかっていうのを、いきなりバハムート。イエーイ。じゃあこれバハムートが出てきたってことは、俺はどうすればいいんだろうな。今あるデッキで手持ちだと大したことができない。え？そういう運もあるんですね。うん。なるほど。じゃあこれをどうすればいいんだろうな。これはですね、これでは落ちちゃうんで一旦。まあ、そうですね、それが良かった、良かったかもしれない。最初一緒でもない。ちょっと今その手持ちのカードが何があるかっていうのはちょっと、うん、ああなるほどなるほど、見えてないというか、バーモント対策をするにしても手持ちのカードでやりくりしなきゃいけないですね。そうですね、うん、うわなるほどね。ラグナロクに対しては、うん、別のユニットに当てさせないと一気にこう焼かれてしまうっていう。ほう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 。あ、できなかった。あ、やば、やっぱやば。俺を誰だと思ってる？外しはしないさ。いやー、やばい。でコツのもう一つは、うん、あの、うん、溜まったらどんどん出していくわけじゃなくて、基本的には溜め切ってから、はいはい、グループで出していく方がいい。いやー、なるほど、そういうところもちゃんと考えなきゃダメ、ね、そうですね、ほほ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 、マナブーストが始まりましたぞ。マナブースト、うん、マナブーストになるとバフムド結構強くなる、うん、コストが溜まりやすい。確かに。あ、やばい、トリディションめっちゃ。バハムートが出てきましたよ。いやー、どうしよう。お、バハムート死んだ。今あのラグナロクで。ああ、そうか、ラグナロクが後ろから殴ってた、ね。強。ラグナロク強。ワーライオンが先にいた、うん、そいつを完全に今は対策が取れてる。はい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 。そういうこと。で今、うん、1対1なので。うん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 、残り20秒なんですけど、うん、あの引き分けの状態になるとサドンデス残り1分サドンデス、はい、なので先にもう一つ落とした方が勝ちと。なるほど、よしやったるで。んやったるで、サドンデスモード。うわやば。さあ行くで、これをどうさばくか。これでこれはさっき見せてもらった対策法で、このバハムト2体出てますけど、出てますね、ちょっと辛いですね。これはきつい、バハムト2体はきつい。あー、やられた。あれかー、もう逆側から今。これは何です。これはまあ最後のフィニッシャーですね。フィニッシャー、あ、というわけで負けましたけど、よかった、なんか勝った。あの対策方法難しい、なんか勝った。やばい、これ PS が重要ですね、うん、プレイヤースキルが、まあ、いきなりだと確かに難しいと思うので。あ、まあ、なるほど、バームートだけじゃないですからね、うん、今ラグナロクってやつも、まあ、お二人とも持ってるカードなんですけど、うん、これも結構対策が難しい。あ、まああれですね、見た感じすごく簡単に対策できそうでしたけど、やっぱりプレイヤースキルを磨くことも大事で。そうですね、ラグナロクはしていいですね。でもあのかなりユーザーも多く使っていただいてるカードで、一番使用率高い、ね、なるほどね。というか、まあ、最初のハイパイ次第でもありますけれども、うん、はい、あれでどんどんカード使ってってデッキ回していくのも大事そうです。そうですね、先読みで、はい、うん、非常に奥深いゲームでした。面白かった、ありがとうございます。さあというわけでサーバントオブスローンズをプレイしましたけれども、特に現状お知らせなどは。そうですね、ぜひ、まあ、お知らせは特にないんですけど、まあ、インストールしていただいて、うん、はい、ゲーム内ではストーリーモードで少しずつ慣れていけますので、うん、ぜひそこを、まあ、まずやっていただいてから慣れていただければなと思います。
そうですね、今回だってロードはディアナ使ってましたけど、はい、他のロードもいるわけですもんね、うんうん、そちらもぜひプレイしてみてください。はい、はい、その他詳しくはですね、サーバントオブスローンズの公式サイト、公式ツイッターをご覧ください。というわけで今回はスクエアエニックスより配信中の iOS Android 用アプリサーバントオブスローンズから開発ディレクターの竹山よしきさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、プレインフォーゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、ママチョ文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー.net に到着したばかりの最新ニュースをお届けします。解説はこの方です。フォーゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしく。はい、それでは早速紹介してまいりましょう、はい、まずはこちらのニュースから。1年戦争に焦点を当てたスマホ向け対戦ゲーム、機動戦士ガンダム即応戦線が配信スタート。バンダイナムコエンターテインメントは2月7日 iOS Android 向けアプリ機動戦士ガンダム即応戦線の配信を開始しましたということなんですけども。はい、そうですね、本作は、まあ、タイトル通りなんですけど、はい、テレビアニメの機動戦士ガンダムですね、はい、まあ、シリーズにおける1年戦争にスポット当てた対戦型リアルタイムガンダムバトルとなっております。リアルタイムガンダムバトル、そうなんです、まあ、正直今回、先ほど紹介した、サーバントオブスローンズと、まあ、システムが近い対面で対戦するタイプでキャラを出して対戦するっていう形のタイトルです。そうなんです、そうなんです。でキャラクターがこうガンダムのキャラクターを出てくると、タイトルになっておりまして、はい、まあ、プレイヤーはですね地球連邦軍か、まあ、ジオン国軍のいずれかを選んで、まあ、所属する軍の指揮官となって一年戦争に参戦する形となります、うん、で相手の本拠地を3分以内に撃破すれば勝利となります。面白そうですね。そうですそうです。う、まあ、この手のタイトルというか、まあ、このシステムを採用したもの結構増えてて、うん、なんかいろいろ出てるので、うん、まあ、流行ってんだね。そうです、流行ってます流行ってます。そうなんです、まあ、一応台本にですね、はい、メディア対戦のなんかメディア対抗戦があったっていうのが書いてあるんですけど、うん、惨敗したんで見なくていいです。あれ、フォーゲーマー編集部から俺っちが出場ってあるんですよ。シーゴルさん出たんですか。お前かいな、出た。そうなんです、負けたんですね。惨敗しましたね。ちなみに機動戦士ガンダムは見てる。あ、見てます、見てます。ただ、うん、どっちやったんですか。なんですか、初代の、うん、ファーストガンダムの、劇場版4部作でしたっけ、うん、3部あかーん。あかんなんですか。劇場版を見て、あと僕平成世代なんでやっぱシード以降はずっと見てます、うん、あー、はい、そうです、確かに。でもシード以降僕もファーストガンダムはテレビ版で見よう。
やっぱそう聞きます。やっぱそうやって聞きます。劇場もだと。なんであの劇場版見て正直どうだった？ちょっと展開が早すぎて、ね、わけわからなかったよ。そりゃそうや。正直ちょっとまあでも何ですかね、すごい戦いのシーンとか迫力あったんで、うん、楽しみ。あれはテレビを見た上で、はい、あ、なるほど、ここがこう直ったのか、あ、ここ綺麗になってるのかっていう、みたいな感じで見るもんな。そういう楽しみ方なんですね。あれで話を理解するものじゃない。ではほら、いろいろ調べたりするとこ出てくるんで、うんうん、それで脳内でいろいろ保管をしたんですけど、それが敗因だろうな、きっと。あー、なるほどね、愛が足りない。ファーストガンダムももうちょい叩き込んでおけば、うん、いけたはずだじゃない。意外とアムロ行きますって言ってないんですよね。全然言わない、全然言ってないですよね。あ、1回だけなんだ、うん、実は。なるほどね。はいはい、ということでですね、はい、続いてのニュースはこちらでございます。ファイナルファンタジー15ポケットエディションがリリース開始。スクエアエニックスはスマホ向けアプリファイナルファンタジー15ポケットエディションの配信を開始しましたということなんですけども、はい、そうですね、本作はですね、ファイナルファンタジー15の本編と同じ物語をスマホで楽しめる作品でございます。ほうほう。で、まあ、こちらですね、 iOS、Android 両方配信されてるんですけど、チャプター1は無料で楽しめます、うん、で、残りのチャプターも、まあ、アプリ内で課金して、まあ、入手していく形ですね。はい、まあ、本当にこれ実はちょっとやったんですけど、まるっきり同じストーリーがガボッと楽しめるんですよ、うん、なんで、まあ見た目がちょっとそのスマホっぽくなってるっていうだけで、はい、物語は本当そのまのまが楽しめるんで、すごいいいと思う、まあ、好みはね、 SD キャンの方が好きっていう人もいるし、そういう人は、まあ、プレステ4版よりもこっちの方が肌に合うんじゃないか。そうです、うん、昔ながら好きってことですね、うん、そうです、まあ、あとはプレステ4がなかなか手に入んなくてみたいな、スマホでしかできないみたいなね。そういう人でも、浜さんですね、嫁がとか言ってね。いやー、家庭ってのはね、なかなかね、大変ですよね、きっと。いや、そう、さっきもちょっと話しましたけど、そのやっぱりね、家庭についてのポジティブな話、そんなにやっぱりね、あんまり、みんな自慢になるから言わないだけだと思うんですけど、だと思うんですけど、そのポジティブな話を聞かないと、やっぱそこまで踏み込みたいと思わないわけじゃないですか。そう、まあ、相手がいるかっていうのはまた別としてね、うん、毎日やれるよ。最低な発言しますね、まあ、最低な発言だし、俺の想像の中でも、ね、それだけしかないんかいみたいな感じになりますね。最低な発言だし、別に結婚しなくてもそれは別にできる。確かにそうか、そうなんだ、からそれ結婚のメリットだよね。確かに、同性でいいです。そうなんだ。いや、それもおかしいよ。いや、おかしかった今。少年は同性すると毎日やるの？やめえ、なんか。いや、体壊れちゃうよ。やだやだ。俺壊れちゃうよ。やだ、むちゃくちゃだな。まあ、あとちなみにですね、うん、ちょっと脱線しちゃったんですけど、はい、まあ、2月15日木曜日にですね、うん、こちらのですね、ポケットティッシュを配る、うん、そう、キャンペーンをやるので、うんうん、まあ、気になる方はですね、ぜひフォーゲーマーに記事載ってますので、そちらチェックしていただければなと思います。はい、さあ、はい、さあ、ガチャタイムですけれども、まあ、皆さん遊んでてすごい楽しそうだったんで、うん、サーバントオブスローンズ出たいきたいと思います。ガチゲーマーなんですよね。マハムト引くの？いや、これ結構僕やってまして、そうなんです。なんかレート戦みたいなのがあるんですけど、すごいですね、この辺上位が今2750以上みたいなところがあるんですけど、そこが結構今トップクラスなんです。めっちゃ揺れてる。で、スタートは1からなんですけど、1回勝つと30ぐらいしかもらえなくて、今僕2450ぐらいまで来てるんで、だいぶやってます。めっちゃやってんじゃん、はい、あ、そう、さっきのが、これですね。あ、これじゃない、ポセイドンいましたね、今。これが勝田さんが、バハムートから後ろからツキツキしようって言ってた、ね、バハムート対策になる、うん、そう、すごいおっぱいだ、ね、魚が揺れてるやつ、うん、魚ね、うん、魚ね、はい、これはまた扉を開けし物、ビジュアル系は誰だ、これはですね、まあ、これ魔法なんですけど、うん、そのキャラクターの体力をちょっと減らして移動させる、移動、そう、自分がタップしたところに移動させる、そうです、例えばバハムートがこうポセイドンにチクチクされてたら、そいつを移動させて逆山からこう攻める、そこでまたバハムート対策の対策ができる。え、めっちゃ強くないですか、ただ使いどころめっちゃ難しいんですよ、はい、あ、そうなんですね、なかなかちょっと使うと HP が減っちゃうんで、にさ、残しておくと他のカード引けねえじゃん。だからいつか使おうと思っておくとさ、あ、そうですね、回らなくなっちゃいますよね。圧迫するんだよ、うん、そうそうそう。だからそういう時はなんか細かいユニット入れといて、うん、そいつでデッキの回転力を上げるとか、そういう対なんかあれが必要なんですよね。って感じで、はい、今回狙いたいのはまさにポセイドンでございます。ポセイドンね。私持ってないんですよ、これ。そう。さっきのバハムト対策がじゃできない。バハムト他にもあるんです。ラグナロク以外でも。いや、あります。ぜひですね、フォーゲーマーの記事をご覧ください。フォーゲーマーの記事にそんないっぱい載ってたんか。ちなみにそれ私が書きました。行きましょう。自慢かな。行きましょう。はい。俺っちこれ役に立たんぞっていう苦情はぜひフォーゲーマーの方にお願いします。やめてやめてそれは。ツイッターの方だけにしといて。で、これ虹色に光ったら当たりが出るんですけど、ああ、まあ当たりもいろいろあるんで、とりあえず虹色に光るかどうかが決まります。あ、来た。これ虹色に光ります。とりあえずこれでレジェンドレアは出ますね、1枚は。
ほほそうで1回でこうババンってこんな出るんで、そうこんな感じでこう出てくるんですけど、演出が入ったりとか、あこれは普通の銀ですね、はい、銅銀金とあと虹があるんで、まあ、そんなにでもその銅のキャラクターとかでもすごい使えるシーンが多いんで、別にその出会い系はそんなにあれなんですけど、あこれ金ですね、あしかもニューカードですね、ほうほう、レジェンドってのは金以上のことだよね。そうです、レジェンドが一番上です。じゃあ1枚確定してんだろ今。そうです、どっから出ます、どっから出るの、はい、それが狙い通りポセイドンかどうかっていう。そうなんです、ポセイドンが欲しい。で大体この手のゲームって、そのカードを引いてからじゃないと経験値がたまらないんですけど、ゲームをやってるうちに持ってないカードでも経験値がたまってくるんですよ。なるほど。なんで引いた時点でいきなりすぐレベルが上がったりとかするんで。それは素晴らしいシステム。そうなんです、すごくいいシステムですね。ちなみに一つのデッキにカード何枚まで入るんだ。10枚です。あ8枚です、ごめんなさい、8枚、はい、じゃあレジェンドカード8枚とか。いやただですね、それだとバランスが悪くなったりするんですよ。今日入れないか。入れることもできるんですけど、その結局はレジェンドばっかりだとカードの相性が悪かったりもするんで。さあどんどんいきましょう。えジーオレさんはバハムート持ってるんですか。持ってます持ってます、でも使ってないです。あれ、はい、あの使ってないの、はい、上の方行くとやっぱ対策がすごい進んじゃってて、バハムートも役に立たないんだ。立つシーンもあるんですけど、それもデッキの運び方は試合ですね、すごいね。バハムート入れちゃうとすごい重たくなっちゃうんで、9って重たいですよね。めっちゃ重たいですよ、ね、全然出せなかったです。ぶっちゃけあのバハムートボンって出されたら、逆の方からすごいめっちゃ足の速いやつで塔落とせるやつがいるんで、それとか出すと、ああそう、対策ができないんですよ。バハムート出したらもう向こうは出せなくなっちゃうから、そうですそうです、その間に早く攻めちゃう。そうですそうですそうです。でバハムートはこっちのあの迎撃システムに回す。そうやる、そうで、あのギガスとか置いてペペってやると、もう9がやられちゃったらもうだいぶ押されちゃう。それ考えるとちょっとかわいそうなやつだ。そうなんですよ、だ使いどころが難しいです。初心者キラーではあるんだな。あります、うん、序盤だとマジでほんとカジさんとかあの岡本さんみたいに、うん、えー、ってなって、もういつの間にか勝ってるいつの間にか負けてるみたいな。さっきもちょっと2体出したらとりあえず勝ってた。いやもうすごかった、あの図はなかなか出ない。えー、そうなんですか。そうバハムート2体はな、そうあの図、あ来た、これレジェンドです。よっしゃ、来た、すごい。やったぜー、これがマフィア刺した今日か。来たぜー、すごいな、来ましたー、ザス。これはもう早速目的達成しちゃったかな。これスキップしちゃっていいんだよ。そうですね、もうこれスキップ出ないでしょ。もう最後にリザルトみたいなの出るんで、うん、あー1枚ですね。はー、すごくポセイドン出るもんなんですね。これはあと7枚引きたいの。そんなに引かなくていいよ。そんなに引かなくていいから。8枚揃える必要はないんだ。だからあの同じキャラは1体しか入れれないんで。あ、だからそうなんだ。そうです。そうなんだ。で、まあ、そうか、かぶせるとどんどんそのレベルが上がったりとか、うん、基本15レベルまでしか上がらないんですけど、うん、その限界が突破されたりとか、うん、そういうのがあります、うん。俺さっきの説明で同じキャラ8体までいられるもんだと思った。いやー違います。一つのデッキが8枚なんだ。そうです。で全体で8枚で同じのは入れれないです、ね。なるほどね。じゃあ1枚引けば十分だな。そうですそうですそうです。であとはもうレベル上げれるだけです、ね。いや。よう積もりますね本当。まだあんなチラッと遊んだだけじゃ全部はつかめんな。いや本当そうです。顔の相性とかを感じて、やっぱそこで面白さ。思ったんだけどさ、はい、お前が中に入ってやればよかったんじゃないか。それもちょっと思いましたね。確かにこれだけやってんすから。なんでお前言わなかったんでやってるってこと。あのいやさっきちょっと、うんうん、失敗しましたね。お前頼むよ。 バハムート対策の記事書いてた。バハムート対策のジオレさんって紹介で出れたはずですよね。出たらよかったです、ね、どう考えてもちゃんとできるやつがやった方がいいだろう。まあ、あとちなみにうちのマネージャーもできます。あやってましたね。マネージャーいるのよかったじゃない、まあ、確かにマネージャーバスジオレさんで、うん、後ろはずっと無言でずっと見る。それはそれでおかしいでしょうよ。さあというわけで、はいはい、はい、本日ご紹介したニュースの詳細はですね、フォーゲーマー .net をチェックしてください。記事が見つからない場合は右の検索までお利用ください。ゼゼインのオレッチでした。ありがとうございました。以上ニュースフォーゲーマーでした。
ディオ4ゲーマータップ過去仮メッセージ4ゲーマー、さあ普通歌を紹介します、うん、しこなはるみさん、うん、ありがとうございます。岡本さん、患者さん、しこばんは、しこばんは、こんばんは。サーバントオブスローンズ、美麗なグラフィックとその世界観が見ていてすごく面白かったです、うん、そしてプレイヤーを見ていて気になったので、うん、4ゲーマーの攻略記事を見てきました。よかったじゃん俺っち。知れば知るほど魅力的なサーバントオブスローンズを私もぜひダウンロードして遊びたいと思いますと。いい子だね。実に優等生なメールだですね。本当にダウンロードしたのかい？してます。本当にダウンロードしたんだね。こんなにいい子なんですから。約束だぞ、僕たちと約束だぞ。いや、そしてですね、うん、もう一ついきますよ、しこなあいこさん、うん、ありがとうございます。のぶくん、マフィー、しこばんは。そしてしこってる、しこってるよ、先日のぶくんがゲストで出演された小野賢章くんのラジオ小野のみ初回を聞きました、うん、お1回の放送時間が、10分間という短い時間ですがとても楽しかったです。また動画も拝見したのですが、のぶくんはとても美味しそうにプレモルを飲まれていたのが印象的でした、うん、お酒は強い方なのですかと。次回も楽しみしています。なるほど。あれ、え、強いと思ってくれてるのかい。あのプレモルじゃなくてスーパードライ派じゃなかったっけ。いやいやいや、やめて。見てたらどうするんですか。サントリーさんが見てたら。いや、だから言ったね、思ったで。怖い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 。これ本当は違うビールが好きみたいだったら。マフィービール飲むんですか。飲む飲む。何が一番好きなんですか。僕分かんないです、違いが。これね、プレモルかエビスかっていうのが一番好きです、ね、やっぱプレモル美味しいですね、うん、美味しい。プレモルは確かに濃厚でコクがあって美味しかったです、うん、今までバドワイザーが、うん、親が好きで飲んでたんですけど、あれ飲みやすいからな。そう、飲みやすいからで、うん、あれとはまあ全然違いましたね、うんうん、でもやっぱり普段 の, あのプレモルとかエビスは言ってみればあの玉のソープみたいなもんなんだよ、うん、あの普段飲むのはたまに聞いて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 、はい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 、スーパードライが普段の恋人だから、はい、分かんない分かんない。次のメール言ってくださいということなんです。ちょっと次いきますね、ゆきさん、ありがとうございます、岡本さん、かぜさん、しこってる、しこってるよ、しこってるよ。明日はバレンタインデーですね、うん、私は毎年バレンタインが来るために二十数年前のことですが、うん、幼稚園生の時ドキドキしながら当時好きだった男の子にチョコを渡し、うんうん、ホワイトデーにはお返しのマシュマロをもらい、うん、嬉しくて舞い上がっていたのですが、時を経てマシュマロの意味を知った時に、うん、幼稚園児がそんな意味まで考えないよなと思いつつ、何とも言えぬ気持ちになったことを毎年思い出します、うん、お二人はバレンタインの思い出は何かありますかと。これマシュマロって、うん、なんか僕の小学校の時もよく言われてましたけど、うん、マッフィーのところにありました、意味全く理解してないと。今もうすでに忘れてる。なんだっけ、なんか飴を返すのがまあ普通で、マシュマロを返すっていうのがなんか、うーん、強い言い方をすればあなたに気はありませんみたいな。わお、え、それはこれ分かった上で相手がやったのかどうか分かんないじゃん。だってマシュマロたまたま返してきたんじゃないの。そうですね、多分やっぱ幼稚園で分かんないままだと思うんですよね、うん、男の子が好きだったからとか。そこ親が渡したんじゃない。え、そ、おどましい。あの子マシュマロだからって。怖い怖い。あ、地域や年代によって違うらしいです。ちなみにキュータさんは、あ、マシュマロは OK なところもあるみたいですよ。おいおい、これ当てになんねえぞみたいですよ、うん、うちはそうでしたね、港区はそうでした。これゆきさんはね、ちょっとあれだよ、落ち込むことないんじゃない、うん、落ち込むことないかもしれないですね、うん、たまたまその地域の問題だから。横浜、え、行っちゃうそれ。それ行っちゃうの。横浜くらいがいいだろ、うん、もしかしたら、うん、あの状況というか引っ越してるかもしれないですけどね、うんうん、え、マフィアないですか、なんかそういうバレンタインの思い出。バレンタインの思い出、はい、バレンタインの思い出当時から持ってらっしゃったんでしょ、どうせ。いや、もうあれだね。え、あれだね。うん、俺持て始めたのって割と年がいってから。でも学生時代のマフィーを知らないですね、うん、学生時代はね、もうそれはモテるモテないの話じゃなくて、まず嫌われてたね。え、それは不良すぎてってことですか、うん、怖がられてたの方ですか、それともなんかガチ嫌いなんですけど、クラスに病気持ってる犬がいるみたいな感じ。いやだ、腫れ物じゃないですか。口から常に泡を吹いてるみたいな感じ。いやいや、そんなワンちゃんいないですけど、撫でに行こうとすると噛みつくみたいな。噛みつくってことですよね。いや、怖い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 、まあそれはチョコレートとか当然もらえるわけはないよね。あ、うん、俺もみんなのことを嫌ってたし。
一刻も早くこうどうすればみんなをこの世から亡き者にできるかってことを考えて怖い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 よかった今こうやってテレビっていうかメディアに出てキャーキャー言われて、ね、キャーキャー言われてるかな俺あれ、うん、言われてないですか？なんかでも結構言われてる印象僕の例えばライブ行った時に、うん、関係者席にいる梶田さんが、まあ、目立ってしょうがないというかでキャーキャー言われてる声を聞いてなんだろうって毎回あのあ今のって梶田さんですかって聞くのが大体いつもの常というかはあ、そんなに俺のこと気にしてくれてんのそれ嬉しいねポジティブ普段から俺のこと考えてんだないや学生時代一緒の学校行ってりゃよかったのにないや学生時代のマフィー見たかったですけどそんなに怖かったなら多分僕も遠目で見ていたんでしょうねうーん怖くはなかったと思うんだよただ単に俺に優しくしてくれなかった周りの人間が悪いってだけだ本当かな優しくしてそんな感じもするんですけどねはいというわけで以上メッセージホゲーマでした、うんレディオ4ゲーマータップカッコ仮この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4ゲーマー .net の提供でお送りいたしました。お送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコ仮エンディングのお時間です。そうだチョコレートおすすめのチョコレート言い忘れてたんですけど、うん、大輝くん山下大輝くんとスイーツコレクションっていうところに行ったんですよ、うん、小野勇気も含めて現場終わりに、ねうん、その時におすすめしたのはテオブロマっていうテオブロマはいチョコレート屋があってそれがですねキャビアの瓶に入ってるような感じでちっちゃい粒がバーってあってそれをスプーンですくって食べるのが美味しいよって言ったら今ハマってるみたいですね。大輝くんすっごくハマってる気取ってんなそのチョコレートなんだちっちゃいスプーンですくっておしゃれおしゃれチョコはん おしゃれショコラおしゃれショコラチョコレートショコラですよ、はい、チョコレートは明治やるかいチョコバナナって言わないですから、うん、ショコラバナーヌですはぁ今なんつったバナーヌっつったかてめえショコラバナーヌって言うんですあれはバナーヌどうしようってんだ俺をこんなに腹立たしくしてイライラしないでくださいそこにチョコレートあるんですから本命のほんまやなそうですよこの本命のチョコレート、うん、そうこれも美味しかったですね本当にポーンとこれおしゃれだよねポーンと抜いて瓶もおしゃれですよねすごくおしゃれ俺からのバレンタインチョコだ トモチョコだこれがいや違うえ本命チョコだ食べづらいでも食べよう、うんうんうん、おいしいなおというわけでですね、うん、僕はですね3月10日と11日にキラフェスがありますので、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますそして、うん、何かありますか3月あライブあるね3月俺もあライブやるんですか、うん、えまたロータスさんみたいなうんシンフォギアのライブがあるそれを出ねえやつだ出ねえやつじゃん歌詞全く関係ないですよねえ俺の好きなシンフォギアのライブがある出ねえやつだ青ちゃんの宣伝ありがとうございますよ本当にはいというわけで番組であさて次回の生放送は2月27日火曜日でございますお楽しみにそれではお時間ですかね、はい、レディオ4ゲーマータップカッコカリお相手は岡本信子とマフィアカジノでしたバイバイハッピーバレンタイン